えー、この本の中から基本的な密教でどういうことをやってるかということをお話をして僕は割と外から見てても直感的に本質的にはこんなことをやってるなっていうのは分かりますのでねでそういう部分を、まあ、説明をしていきたいなと思っているわけです。あの形の上でいろいろなものをやってますけれどもあの本質的なな部分ががどここかということが問題なんですよねでそういう部分は、まあ、外から見てても分かるということですよね。で あの瞑想の体系という形で言うと密教というと謙虚の親鸞で,で,、ね、であるとか浄土真宗とか浄土宗とかっていうようなものそういったあのいわゆる空海とかが謙虚と呼んだタイプの宗教ですね特にあの日本の宗教での謙虚ですけれどもそれに比べると若干はあの深いんですけれどもこれまでずっとあのこの講座でお伝えをしてきた 宗教ののののレベルいいうのが非常に高いものなのであのこれまでのヤージナ・バルキュアであるとか初期の仏教ですねそれからヨーガ・スートラそして三脚哲学の学派の人たちというのかなりレベルが高いわけですね大乗仏教になるとそれが落ちてきたでその最下降点というか一番下まで落ちたのが日本の仏教なんですよね。ですから、えー、僕は日本の仏教というのは一番下まで一番低いレベル まあ大衆化しているっていう感じがすごくします。でレベルが低いんだけれども逆の見方をするとわかりやすくなっているし、あの本質が一番あの低いところまできちっと届いているわけですよね。でそれがまあある意味でいうとあの以前説明をしたあの本学思想という思想として花開いたと。であれがまあ一番あの到達地点なわけですね。宗教の世界観の到達地点であるということです。 ということはあの集岩上から下に降りてきますので基本的にね上から下に降りてくるものなので一番下まで行ったということなわけですね。ですからあのまあレベルとしては一番低いとだけども一番下まで水が流れ込んできたということになるわけですね。えっとしかしまあ一般に荒行と言われている山岳修行とか、えー、水こりの行は実はあの全行というべきもので、えー、本来的なものではないって言ってますよね。本来密教の行は 何かというとあの三密のゆが行これゆが業業外ですね業外の行であると言ってますで、えー、でこのゆが行を完成させるとですねあの鑑定といってあの法を授かる法を受け継ぐものとして認可されるんですね鑑定を受けるとその密教の世界の中ではあ悟りを得たということの認可を受けたということになるというわけですねでその前に行う行があの稽行というんですねでこの中にそのゆが業も入っている。 ということなんですけれども通常四段階に分かれるために指導計業というふうに言うということです